いいね、これでかいね。はい、どうも皆さんこんにちは、ローちゃんです。今日はですね、僕も待ちに待ったオオクワガタのね、成虫掘り出しをね、ちょっと2匹だけやっていこうと思います。でね、他のやつみんな幼虫なんですけどね、もう音沙汰がなくて、ちょっと外から見えたやつが2匹いたんでね。で、同じ両方ともね、これはバンブーインセクトのヒラタケから途中からね、北斗系サイエンのタダのヒラタケに交換していったやつですね。これがね、羽化してたんで、それをね、ちょっと今日は掘り出していこうかと思います。で、どっちから行こうかな。こっちがね、24g だったやつですね。もう露天してあるんで、多分すぐね、成虫出てくると思います。いますね、もう。ちょっと周りだけね、こう崩していきましょうか。ちなみに今回のね、目標っていうのはね、オオクワガタ。僕今年オオクワガタ、国産のオオクワガタやるの初めてなんで、70ミリじゃなくて80ミリがね、目標でやってたんですね。80ミリっていうとね、だいたい幼虫の体重30グラム前後欲しいとこなんですけど、これはね、最後が24グラムなんでね、まあこれは80いってないかなって思います。いや、めっちゃ元気だね、君。ちょっと、はい、そしたら大きさなんだけれども、よいしょ。痛い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 。ちょっと、測れない測れない。もうちょい。この辺、もうちょい、違うな、ここですね、ここで突っかえますね。76ちょうどぐらいですね。 24g からなんで、その後どんくらい大きくなったかわかんないですけどね、まあだいたい順当な感じなんじゃないでしょうか。次こっちですね。こっちはね、27g。見えますね。こっちはね、明らかにさっきのやつよりもね、体が大きいですよ。大きいっすね、さっきのよりは。ちょっと一回りだけかな、大きいかな。いや、ギリギリないかな。いや、そんなことないかな。体まっすぐしてもらって。あ、つっかえてる。あ、ここだ。
80超えてますね。80ぴったりぐらい。顎開いて一番大きいとこで80 大負けで80だな。まあ顎閉じちゃうとね、もっとねちっちゃくなっちゃうんですよね。顎閉じるともう1ミリくらい縮むかな、2ミリ縮んじゃうかな。顎閉じるとね79あるかないかぐらいですね。顎開いて80ミリ。まあね、目標達成というか達成じゃないというかね。いや、それでもねこの大きさになってくるとね、大クワもだいぶね見応えがありますよね。結構幅も広いですし、もうちょっとねお尻がちっちゃく仕上がるとねいいかなと思います。顎はね結構ね僕この形はね好みですよ。上にこうしっかりこうギュッて向いてる。もっとねもっとギュッて前向いてくれてもいいですよね。ちょうどねこの親が81ミリだったんで、まあ親越えはならなかったですけど、まだこれよりね大きい幼虫いますんで、ちょっとねそっちがまだ全然サナギにもなってないんで、そのままセミになったらどうしようって感じですけどね。そんな感じで候補期待。これ27グラムだから、28グラム以上があと4、5匹いるのかな。で一番大きいのが36グラムだったんですけど、それはねまだまだ全然違法中、まあもうすぐサナギになってくれると思うんですけどねっていう状況なんでね、またオクワガタの掘り出し楽しみに待っててください。これはねまだまだ上昇ですよ。ということで今回はねオクワガタ2種類じゃないや2匹掘り出しました。このくらいのね、あの2匹ずつくらいがね、動画の尺的にはちょうどいいかなって思いました。はい、それではね、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた次回もよろしくお願いします。